普通鉄道の線路空転は、鉄道車両や自動車などの車両において、車輪が1回転しても車両が、車輪の一周分の距離を進まなくなることを言い,い、車両の正常な運行に支障をきたすことである。自動車などでは空転も滑走も、車輪と路面とのグリップが失われる点で共通することから、スリップと呼ばれることが多い。鉄道や、 自動車など陸運車両では車両側の駆動力や制動力が輪軸やタイヤを介してレールやアスファルト舗装に伝わることにより立行やブレーキが可能になり安全に走行することができる走行には車輪とレールあるいは舗装との間の摩擦力が作用しており車輪の駆動力がこの摩擦力を超えると車輪は空転を始める鉄道車両の場合は 車輪もレールも鉄であるためもともと摩擦係数が小さく空転が発生しやすい状況にある。それが少ないエネルギーで大量輸送を可能にするゆえんであるが裏を返せば高性能電車も適度な摩擦係数があればこそ十分な性能を発揮することができる。車輪とレールが共に鉄である鉄道車両はその間に雨などの水分やレール自身の錆び、 雑草、落葉、地には、ムカデ類などの虫が介在することにより、摩擦係数が大幅に低下し、空転を発生させる。大都市圏では、列車密度が高く編成も長いため、レール踏みずらが常に磨かれた状態になり、始発列車を除けば空転がさほど問題となることは、ないが、少ない道輪で大きな重量を牽引する、貨物列車の機関車や、 もともと列車本数が少なく単編成が多い、ローカル線では大きな問題となる。時には要因が複合することがあり、レール踏みずらがクリス状物質に覆われて摩擦が低くなり、正常運行が妨げられる。鉄道の場合、列車が上り、勾配で列往上すれば後続列車へ、列車遅延などの影響は避けられないが、他にもレールの同じ部分が、 車輪に削られることによるレール穴の発生や、機動車では液体変速機のオーバーヒート、電車では電動機に過大な電流が流れるなど、鮮度故障から車両故障にまでつながる厄介な問題を引き起こすのである。ソフト面では運転手がノッチ戻しや、刻みノッチで対応する。ハード面では古くからレール踏みづらいの酸素、最近では セラミック噴射などが有効な手段として取られている。しかし機関車は別として、すべての動力車に砂巻き装置が装備されているわけではなく、鉄道事業者を悩ませ続けている。自動車では、ゴムタイヤとアスファルト舗装の摩擦係数が、もともと大きいため、故意にグリップを失わせる以外は空転しにくいが、雨の降り始め、凍結路や圧雪路では似たような状態になる。 水はけの悪い路面では、雨天時の高速走行でタイヤの排水が追いつかないハイドロプレーニング現象が発生しやすく、面圧が低い場合、駆動軸出力が大きい場合などは、エンジン出力を抑えない限り空転が続く。最も影響の大きい被害は、交通事故である。また、事故に至らずとも、道路上で立ち往生することになれば、交通渋滞を招くことがある。 ありがとうございます。